皆さん、こんにちは。今日は4月26日の雲南塾通信をお送りしています。今日はヨーロッパのコロナの件ですね。3月31日のエコノミストの記事です。ヨーロッパはコロナの扱いをどのように誤ったのか、 EU に何が起こり何を意味するのかというですね。EU はアメリカとかイギリスと違って、ワクチンもまだ16%しか打っていないですね。日本の方がもっとひどいですけどね。コロナによって壊滅した世界を見回すと何か奇妙なことがわかる。 EU は豊かで科学が進んでいて、市民に対して手厚くしている素晴らしい医療福祉政治上の合意ができているけれども、コロナによってそれがつまずいた。死者の数がとんでもない数字になっていて、 EU はイギリスやアメリカほどではないが、10万人あたり138人が亡くなり、英米ではそれぞれ187人と166人だった。ハンガリー、チェコ、ベルギーはもっと悪い。しかしながら遺伝子が猛威を振るっている。ヨーロッパにおけるワクチンの供給率の低さが危機を増している。我々の調査によれば、イギリス人の大人の 58% はワクチンを注射していて、これアストラゼネカはイギリスなんですよね。アメリカは 38% で、EU は 14% でしかない。ヨーロッパ諸国はコロナのもう一つの評価基準である経済にもまた遅れをとっている。2020年の第4四半期でアメリカは年率で 4.1% 成長した。中国は専制国家体制でウイルスを抑え込んでいたので 6.5% 成長した。 EU では経済は依然として縮小している。1年前にスペインの首相であるペドロ・サンチェスは、コロナは戦後 EU を最も苦しめた危機だと言った。コロナによる反応がなぜそれほどにまで悪くなったのか。ヨーロッパの問題の一つは人口動態だ。 EU の人たちは世界標準に比べて年取っていて、病気に感染しやすいし、他にあまり理解されていない要素として、都市が混雑していて回路を脆弱にしている。越境のしやすさは EU が最も達成したことの一つだが、ウイルスの影響を受けやすくしたが、コロナが落ち着いても誰もこのことに制約をつけようとはしないだろう。これはさっきの、ワクチンの供給量の低さっていうのはね、EU 全体が27カ国ですかね、その協調しなくちゃいけないんで戸惑っている。日本もやっぱり、厚生省がもたもたしてるのは、やっぱり日本というのは協調する政治なんですね。ですから、いろんな部門がいろんな形で合意していく、形成していくようなプロセスを経ていかないと結論が出せないんで、河野さんが出る前はですね、ぐちゃぐちゃのままだったというふうなことなんでしょうね。もちろんその首相の指導力もありますけど、ある意味ではヨーロッパに似ているところがありますね。で、ヨーロッパの問題の一つは政治だ。ヨーロッパプロジェクトを立ち上げたフランスの外交官のジャン・モネットは、ヨーロッパは危機において強くなるという本を書いた。この言葉は EU が最後に逆転勝利をすることを示唆しているようだ。思った通り、ユーロ危機の間、ECB は新たな政策で危機から抜け出した。同様に2015年の時の移民危機は、EU の国境警備隊のフロンテックスを大いに強化した。過去の経緯を言えば、そういう危機を乗り越えてきたから、今回も乗り越えるだろうというふうな思惑があるよということでしょうね。ただやっぱ経済はですね、数年立ち直れないように思いますね。